皆さんこんにちは。2023ここが出た満館、試験回答速報の標準管理規約と適正化法についてお話をしてまいります。担当はレック専任講師の有山です。どうぞよろしくお願いいたします。まずは皆様2023年のですねマンション管理試験、ご受験お疲れ様でした。まあ、結果としてはねご自身で、おそらくこの番号なんじゃないかという回答といいますか、正解番号をチェックしていただきまして、おおよそ何点くらいっていうのをね見てらっしゃると思うんですけれども、大変恐縮なんですけれども、こちらの動画ではですね、もう試験直後に、数時間後にね撮っておりますので、予想で何点っていうのがまだデータが揃っておりませんので、ちょっと正確に公表することができないんですけれども、とはいえどれくらいなのかっていうのが気になると思いますので、私のその受験生目線でですね、どれくらいの難易度だったかなっていうのをちょっとお話ししておきたいかなと思います。まず冒頭の部分ですね、前半のところでバーッと続いております、民法とか区分所有法ですね、あのあたりが結構事例が多いといいますか、若干ユニークな、何でしたっけ、壁になんか風景が飾ってる方とかね、いろいろ出てきていらっしゃいましたけれども、そうですね、高マンションの508号室なんかアートとかお好きなんですかね、風景が飾ってる方とかね、あとはペットボトルいっぱい置いちゃってますよとかね、そういったものが出てきていて、ちょっととっつきにくいところもあったんじゃないかなっていうのが正直なところです。そして、私の担当いたします規約と、標準管理規約と適正化法ですね、特に適正化法5問あるんですけれども、もちろんね免除をお持ちの方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、免除お持ちではない方からすると、個数問題がね4つもございましたので、その点においてちょっと悩ましいところがあったかなと思います。後ほどちょっと問題についても具体的に触れていきたいと思うんですけれども、特に問いの50とかね、若干どうだろうっていうのも見受けられたかなというところです。はい。で、お時間が限りがありますので、本当はできれば一個一個ですねバーッと触れていきたいところではあるんですけれども、まず規約のところからいきましょうかね。問題冊子をお持ちの方は、ページ番号でいうと16ページ以降になりますけれども、問いの25からですね、ずっと続いてきているような形で規約が出ております。全部でそうですね、規約は、9問ですかね。問いの25から問いの33まで、規約が続いているというような形です。問いの33で団地がね出ているというところですね。で、例のごとくとかいつものごとく、適正化法に関しては免除ですから、問いの46から問いの50で出ていたような形です。で、問いの25以降ですと、まず25番からいきましょうかね。問いの25に関しては、適切なものを探してくださいということなんですけれども、修繕と管理に関しての内容が出題されております。で、基本的に、どこまで対策できているかというと、皆様もお仕事とかがあってお忙しい時間の中でね、学習時間といいますか受験勉強をしていらっしゃると思うんですけれども、コメントまである程度細かく見ておく必要があったかなと思います。例えば、そうですね、足の2番で台風で窓ガラスが割れてしまったので、お部屋の中に雨が吹き込んできちゃっている。で、そうすると、これって当然そのまま放っておくとですね、どんどん雨風入ってきちゃいますから、これは緊急を要するというふうに判断するわけですね。で、そうすると21条3項の正し書きのところにですね、緊急を要する場合には、理事長への申請と承認というのは、いらないのよという記載があるんですけれども、具体的にその21条関係のコメントに行きますと、もうまさに具体例として窓ガラスが割れてしまいましたよっていうことがね書いてあったりしますので、その辺までコメントを全部覚えるっていうのはちょっと現実的ではないと思うんですけれども、そのコメントの内容まである程度何回か目を通しておいていただくことで、これ確か書いてあったなっていうふうにね判断ができたんじゃないかなと思います。仮にどうでしょう、具体例まで確認していなかったとしても、窓ガラス割れて雨吹き込んでるって言った時にわざわざですね申請をして、書面による承認をもらってっていう段取りを踏んでいくって具体的に考えると、
やっぱり何日か置かないといけないからちょっと現実的じゃないかなっていうのでね、まあ、判断していただいてもよかったんじゃないかなと思っております。まあ、もちろんあの世界史が絶対何番ですっていうのがちょっとね今の時点では言いかねるんですけれども、まあ、そういった観点から足の2番は、まあ、あの不適切であるというふうに、現時点では判断しております。あとはそうですね、足の3番なんかもそうですけれども、まあ、バルコニー等の経年劣化の対応についてのね話で、窓ガラスで経年劣化したので、まあ、交換しましょうっていうことですから、窓ガラスはね特にその足の4番でも出てきておりまして、足の4番は改良についてですね、断熱性を高めていきたいから、交換をしましょうということなんですけど、足の3番に関しては経年劣化しているので、まあ、それを取り替えるということですよ。だから足の3番に関しては経年劣化が理由で取り替えをしましょうということなので、まあ、基本的にはその管理組合の責任と負担において行う、まあ、計画修繕としてね行っていくところの話を足の3番はお伝えしているわけです。で4番に関してはあの改良に関してですから、まあ、その区分所有者が、まあ、もしねあの今やりたいということで、まあ、実施するっていうのであれば一応それは、規約としては許容しているんですけれども、ただその管理組合にじゃあそこにかかった費用を負担してもらうことができるのか、請求することができるのかっていうとそれは違いますよね。基本的にはその区分所有者がその改良のためにやりたいって言った区分所有者が追うと、ね、いうような理解をしていくとよろしいんじゃないかなと思います。まあ、そうするとあの残るのがもうまあ1番なので、まあ、現時点での判断としては1が適切なんじゃないかということですね。はい、そして次ですね、26もさらっと言っておきましょうか。はい、問いの26、問いの26に関しては、まあ、あの誤りといいますか不適切なものと適切なものっていうのはある程度判断できたんじゃないかなと思いますけれども、適切なものをですね、まあ、数えてくださいということで、その中でちょっと取り上げておきたいところで言いますと、ウの内容のところ、組合員からですね売却の依頼を受けた宅建業者が出てきているんですけれども、まあ、売買の依頼を受けた宅建業者っていうのは結局まあ利害関係があるっていうふうに考えられますので、その利害関係がある利害関係人の理由を付した書面による請求を受けることによって、まあ、見せてあげないといけない。つまり、宅建業者は組合に、帳簿の閲覧を請求するっていうことが、まあ、可能かなというふうにね判断できたんじゃないかなと思います。あとはそうですね、意の内容に関しては同居する親族だったらいけますから、姪っ子さんがね代理人として議決権行使っていうのも可能なんじゃないですか。まあ、あとはそうですね、現時点での判断としてあの内容、問いの26のあの内容が事実上その賃貸借で借りてる賃借人の方が家賃の中に、まあ、管理費等をこう上乗せして払っている、家賃と合わせて管理費等を上乗せして払ってるよっていう状況なんですけれども、じゃあそういうふうに実際のその管理費等は借主のお財布から出ている、でもじゃあそれ法律上の利害関係があるって果たして本当に言えるんでしょうかっていう話になってくる。要は何が言いたいかというと、まあ、ここでその利害関係があるから、まあ出席することができますし、総会に出席して意見述べることができますよ。じゃあその利害関係って何なのって言われると、これね事実上のその利害関係じゃなくて法律上の利害関係できちんといきましょうねっていうのが、実はコメントのところにね、これはね49条関係のコメントのところにね、まあ、載っているんですけれども、そうすると法律上の利害関係としてどうなんだろうって話になる。仮にその管理費相当額を賃借人のお財布から、ね、出すような形になっていたとしても、事実としてその管理費等を支払っているのはそこの区分所有者ですよ、まあ、組合員ですね、組合員が支払っているということになりますから、まあ、あくまでもこれは事実上の、ね、負担に過ぎないというふうに判断していただくと良かったんじゃないかなと思います。ということで、まあ、現時点での判断としてはおそらく不適切なんじゃないかというところですね。はい、そして次少し飛んでしまうんですけど、問いの30番、問いの30番ページがですね18ページの問題冊子のお持ちのね問題冊子の18ページの一番下に載ってますね。まあ、またあのウェブ会議システムが出てきたというような形なんですけれども、やっぱりウェブ会議システムは昨年もね結構出ていたんですけれども、しっかり押さえていく必要があったかなと思いますね。で、まあ、この中で適切なものを探してくださいということなんですけれども、まあ
おそらくですが、現時点でおそらくと言いますか、まあ、3番がね、あの適切ではないかというふうに判断しております。まあ、一応ほら、あの他の組合員の方に議決権行使の代理権を与えるっていうのは可能でしょ。でここにウェブ会議システムが混じってしまったことによって、まあ、ある種の混乱をね、あの来たす可能性があるんですけど、足の3番の、まあ、おそらく引っ掛けたかったポイントとしては、配偶者の方はあの集会所の集会に出席できるような状況だった。だったらその配偶者の方に現地に行ってもらった方がいいんじゃないですかっていうので、おそらく騙そうとしていると思うんですけど、別にその配偶者が集会所に、まあ、要はウェブで参加する、ウェブ会議システムで参加するんじゃなくて、きちんと現地で参加できますよっていう状況であったとしても、別にほら他の組合員の方に代理権を与えて、まあ、代理行使してもらうっていうことは全然可能ですよね、というところで判断していただくと良かったんじゃないかなと思います。であとちょっと悩ましかったのが足の2番とかですかね。足の2番って、あの理事長がですね、まあ、通常総会で報告をするっていうね、イベントごとがあると思うんですけど、その報告をするときにはきちんと集会所の現地のね、ところに足を運んで、そこのみんなで集まってるところで報告しないといけないのか、別にそうじゃないです。ウェブ会議システムを用いて参加したとしても、これはきちんと出席してるっていう扱いになるっていうのがまず1点。そして、コメントのね、38条関係の、まあ、2番のところを見ていきますと、ウェブ会議システムを用いる通常総会で理事長がそのウェブ会議システムを使って報告をするっていうことも可能ですよっていうのね、記載がありますので、まあ、そのあたりで判断していくとよろしいんじゃないかなと思います。あ、ちなみに1番なんですけど、あのウェブ会議システムも、これご注意いただきたいんですけど、ウェブ会議システムを用いて、まあ、集会開きますよって、で集会開くっていうことは結局議決権の行使って話になると思うんですけど、これもね、あの46条関係のコメントのところに、まあ、実際にウェブ会議システムを用いて出席した組合員のその議決権行使に関しての取り扱いについての記載がありまして、別にそのウェブ会議システムを使ってない場合と同様に、あの設定、規約の設定とかね、あの集会の決議っていうのは不要だというような記載がありますので、そのあたりで判断いただくとよろしかったんじゃないかなと思います。はい、で次32番ですね。32番は選択肢の3番だけちょっと触れておきたいんですけれども、一応今回の、問いの32番って、改正が必要なものはどれでしょうかっていう聞き方ですよね。ってことは、あの現状その現行の規約っていうのは標準管理規約を使ってますよっていうふうに言ってますから、それの内容を変えないといけないのはどれでしょうかって言ってるわけですよ。でそうすると3番、標準管理規約によりますと、42条ですね、によると、規約だとね、理事長になってるんですよね。だからその総会の議長っていうのは理事長とするって言ってるから、そうすると、まあ、内容をね、出席組合員の中から選任したいっていうんだったら、標準管理規約を現状は採用してるんだったら改正が必要なんじゃないですかというふうに、まあ、判断していくということです。はい、ではまだまだあのお話ししたいところはいっぱいあるんですけれども、まあ、適正化法いきましょうかね。適正化法はですね、47番、問いの47、ちょっと飛んでいただくんですけど、47番ページで言うと28ページですかね。はい、あの問題冊子をお持ちの方はね、28ページになります。はい、47番なんですけれども、まあ、適切なものいくつありますかということで、まあ、怒涛のね、個数問題で結構大変だったかなと思うんですけれども、まあ、内容ですよね。基本的にはこれは、あの基本的な方針のところを、まあ、見ていく必要があって、足の3番のところ、足の3番といいますか、うのところですね、うを見ていただきますと、あの唐突に出てくるマンション建設業者と宅建業者、まあ、もちろんね、まあ、図書等、設計に関する図書等を見たいっていう場面は宅建業者とかあるかもしれないんですけれども、マンション建設業者っていうのが出てきた時点で、なぜマンションの建設業者が見たくなるんだろうって、まあ、ちょっとその場で現場で判断するんだったら、ちょっとここが気になるなっていうふうに、まあ、ぜひなっていただきたかったかなというところなんですが、あの厳密に言うとですね、方針のところの3にですね、区分所有者等の、区分所有者等の、求めに応じて、
閲覧できるようにっていうような記載がありますので、宅建業者と建設業者に限定されている感じでもないですし、一応ここは区分所有者等っていうのが正しい内容だったかなというところですね。はい、そして次48番、はい、48番はですね、まあ、ちょっとこう悩ましいところはあったかなと思うんですけれども、まあ、現時点で、まあ、おそらくこうだろうなっていうのが3番の内容がちょっと誤ってるんじゃないかっていうことなんですけど、注目したいのは3ではなくて足の2番ですね。ちょっと足の2番見ていただきたいんですけれども、長期修繕計画ですねについて、計画期間が30年以上でかつ工事が2回以上含まれるように設定されていることっていう要件ね、ありましたよね。だから、まあ、過去問で言うと30年以上でまたはっていうのがね、引っ掛けとしてありがちなところではありますけれども、30年以上でかつ、大規模修繕工事2回以上、含まれるように設定されていることというので、これはねぜひ対策してた方も多かったんじゃないかなと思いますが、バチッと、見抜いていただきたいところだったかなと思います。最後にこれちょっと私の個人的な独り言みたいなものもあるんですけど、問いの50ですね。問いの50も個数問題だったんですけど、誤ってるものいくつあるかっていうことで、まあおおよそね判断できたところはあると思うんですよ。ただ、個人的に気になったのがあの内容ですね。要は管理業務主任者証の提示、お見せしないといけない場面についてなんですけど、まず取引の関係者といいますか、まあ関係のある方から要求があれば当然に、まあ、提示が必要になる。でも重要事項説明の時って要求がなかった場合見せなくていいんですかね。管理業務主任者が重要事項説明しようとする時、行う時にはもう要求がなくとも主任者証の提示が必要になりますので、なんかこの言い回しで考えると、まあ要はそのちょっと限定的になっちゃいますよね。要求があったら見せてね、裏返しで反対の解釈するとなかったら見せなくていいよってなっちゃうから、まあそういった意味において、あは、まあおそらく誤りなんじゃないかというふうに判断しております。まあただ要求があれば当然に提示が必要っていう観点においては正しいっていうふうにも解釈できるようなね、正しいとも言えそうな気はするけれどもっていう、ちょっと曖昧な表現はあったんじゃないかなと思います。あ、でもこれは、重要事項説明の時には見せないといけないですよっていうのを、出題者の方は、まあ、問いたかったんじゃないかなっていうふうに、まあ、素直にね解釈していただくと良かったんじゃないかなと思いますね。で、2番に関してですね、意の内容なんですけれども、まあ実施範囲の拡大でしょ、で費用同一じゃないですか。これ一応通達で出てる内容ではあるんですけれども、平成14年のね通達で出てる内容ではあるんですけど、まあ基本的にこれは同一の条件と、まあ、見ていただいて問題がないかなと思います。はい、まあそこくらいですかね。まあ、あとはほら絵の内容とか5日前じゃなくて1週間前ですので、その辺はサクッと切れるとよかったかなと思うんですけど、ちょっと表現について個数問題なので、どうだろうって悩んじゃった方もいるんじゃないかなと思います。はい、では私が担当いたしました、標準管理規約とあと適正化法ですねに関してはこのあたりとさせていただきますけれども、まあ、まずは本日ね、ものすごく個人的に言うと例年と言いますか昨年よりはね若干難しくなった試験、まあ、受験されて大変お疲れかと思いますので、まあ、ゆっくりですね今日は温かいお風呂に入って、ゆっくり寝てご自身をねいたわっていただきたいかなと思います。まだまだね合格発表までなんて言うんでしょう、落ち着かない日々が続くかなと思うんですけれども、まあご自身のね今までの努力をとりあえず今ねぎらっていただいて、で実際にね今後ちょっと、今回点数が思ったより伸びなかったなっていう方は少しリフレッシュしていただいて、できれば早めにね見直しをしていただくってことが大事だと思いますので、まあここでねめげずに頑張っていっていただきたいと思います。はい、それでは、以上でですね2023ここが出た満貫本試験の回答速報の規約と適正化法はこのあたりとさせていただきます。皆様お疲れ様でした。